何を作ったら笑顔が見れるかなっていうところからスタートするっていうのは昔から変わらないですね。大家族8人一つ屋根の下に育ってきたので、母は祖父祖母焼き魚、我々子供にカレー、父にはお刺身とか3世代の食を作るのが日課で、母の存在がある台所にいるのが当たり前だったんですよね。旅に出るとなるべくこう自分のお店も現代版の袋料理っていうテーマでやってるのもあるので、その土地のお母さんの料理みたいなのは吸収して帰りたいなと思っていて、そういうのを日本の家庭に置き換えたらどうなるかなっていうのを再構築して考えるっていう工程がインスパイアになりますね。楽しむっていうことに対して音楽もお洋服も食べ物も割と貪欲な方だと思います。一手間っていうと、一つの手間っていうのが言葉の語源なんですけど、一手間しかかけないっていう気持ちと、人と人の人、手仕事の手と人の間で一手間。一手間のコツはお客様見える時にその方々のお母さんだと思って作るようにしてます。おかん心で作るようにしてますね。今食のフィールドに軸足を移して豊かになったと思いますね。芯からこれがいいでしょって思えるものを提案できるっていうのは自分への自信につながってるなと思います。一生この仕事を続けていくっていうのが目標で夢ですね。